書斎の聖ヒエロニムスは、ドイツのルネサンス期の巨匠、アルブレヒト・デューラーによる万丈の油彩画である。1521年3月に完成した。現在、ポルトガルのリスボンにある国立古美術館に所蔵されている。準備素描、デューラーの聖ヒエロニムスの描写の中で、本作は肖像画に類似したものであり、詳細な研究のための余地がほとんど残っていない。モデルは、 カールしていて、白身がかった黄色のあごひげなど、細部にまで気を配って描かれている。また、同版画とは異なり、頭蓋骨の上に置かれた指が、目面と森を意味しており、関連する重要な死の示唆がなされているのである。手前の細部表現として、右側のインクツボと左側の初見台、および左上の十字架が挙げられる。本作は、 デューラーが1520年から1521年にネーデルラントに滞在した際に地元の老人をモデルとして制作された。ィーンのアルベルティーナには男性の年齢の注釈がついた準備素描がある。画家はネーデルラントのポルトガル貿易施設団の団長であるロドリゴ・フェルナンデスであるまだに本作を寄贈した。作品はその後、 家族のコレークションに泊まり、1880年にリスボンの国立古美術館に寄贈された。コスティンティーのポーキュ、エド、デュアラー、ミラン、リゾリーコスティンティーのポーキュ、エド、デュアラー、ミラン、リゾリーコスティンティーのポ,ポーキュ、エド、デュアラー、ミラン、リゾリー。ありがとうございます。